YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。佐藤凛子と藤波さとりです。そしてゲストも、サンミュージックで芸人やってます、カジと申します。よろしくお願いします。はい、ということで、今日はゲストで、ありがとうございます、はい、お願いします。なんかゲストなのに今日は企画を考えていいということであ、ちょっとその前にチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。早い、はい、早い、はい、今日はあの究極の選択みたいな、そんな感じの質問をいろいろとしていくので、はい、じゃあまず第1個、次生まれ変わるとしたら男と女どちらが良い？はい、迷うな。やっぱり女がいいかな。あ、私は。なんで女がいいですか？おしゃれ好きだなってなると女の子の方が選択肢が多いし、はい、まあ、お化粧も好きだし、はい、まあ、男の子でねやってもいいと思うけど、やっぱ女の子のメイクとは違うじゃないですか。あ、まあ、メイクとかもできますからね、女の子はとかが好きなんで、やっぱ女の子がいいかな。あ、女の子、変な話、女の子だけどボーイッシュもできるし、すごいガーリーもできるし、ロリータも、はい、とかもあるし、いろいろあるじゃないですか。女の方ってその大変じゃないですか、化粧したりとか朝起きて、僕は朝起きて今日10分で外出てきます、まあ、大変は大変ですよやっぱり、はい、でもそれって楽しみがあることの代償じゃないですけど、はい、ああなるほど。あと他にその女の子で良かったなって思うところあるんですか？なんだろう、女の子だと女の子が甘くしてくれる。次の質問、はい、自分の命日と自分の死に方、知りたくないのはどっち？命日の方かな。あ、自分の命日を知りたくない、死に方は知ってたら心構えができるかもしれないじゃないですか。あ、そう、僕と全く一緒ですね。その自分の命日が1週間後とかってなったらすごいショックじゃないですか。あ、でもそれもある意味心構えができるんじゃないですか。あ、その1週間どうやって過ごすとかって？やっぱ普段会えない人に会ったりとか。あ、はいはい、いや、これはもう結構本当難しい質問だなと思って。まあ確かに、はい、じゃあ次はですね、はい、時間にルーズな人とお金にルーズな人、恋人にするならどっち？時間にルーズな人の方がいい。方がいい。あ、お金にルーズはちょっと、お金にルーズはちょっと困りますね。あ、うん、元々僕はあのお金にルーズな人間だった。そうなんですね、はい、今は直した。今は、はい、ちゃんと結婚して治りましたけど、治りました。もう昔はもう彼女のお金を借りまくって、ダメ男じゃないですか。一番最初の彼女は多分300万ぐらい借りてる。いやちょっとイメージ変わったな。次の質問、未来が読める能力と人の心が読める能力、欲しいのはどっち？迷うな。これどっちも欲しい。欲しいのはどっちというか、まあ、どっちか選ばないといけないっていう、その能力が身についてしまうっていう方がいいかもしれないですね。そしたら未来予知の方かな。株とかで有利になりそう。あ、はいはい、でも全ての未来が自分の人生がほとんど分かってしまうってことじゃないですか。まあでも、そう、人生が分かってしまうと楽しくないっていう。まあ楽しくはないですよね、はい、でも常に人の心が見えちゃうのはちょっとすごいストレスすごそう。やばいですね、こうやって話してても、こいつ、なんだこいつって思われてんの見えちゃったらすごいテンション。すぐ行っちゃ う、お前そんなこと考えてた。では次の質問、給料は安いけどやりがいのある仕事、給料は高いけど全くやりがいのない仕事、働くならどう？そのやりがいって何なんですかね、好きか嫌いかの話とかの話なのか、あの達成感があるとかなのかによるかな、はい、単純に好き嫌いの話だったら、まあ、多少嫌いでもそれを納得できるほどの高級だったらお金もらえる方がいいし、はい、生活するために働いてるから。いや、もう大人な考え。いや、俺めちゃくちゃわがままなんで。でも、まあ、いや、でもいいじゃないですか。でも今すごい楽しいってことですよね。まあでもそれはそうですね、うん、本
本当にだからこそ続けてるっていうのもあるし、まあ、お仕事がなかったら続かないので、はい、お仕事いただけてるだけで本当ありがたいなと思いながらやってますけど、うんうん、はい、うん、まあ、そうですね、まあ、素晴らしい、うんうん、バランスが大事ですね、はい、いや次の質問、お金を好きなだけ使える人生と他人を全て自分の思い通りにコントロールできる人生、どっちを選びますか？お金の方ですね。早い。いや、いやだってそもそも他人をコントロールできたら多分めちゃくちゃつまんないですよね。でも本当に他人を使ってお金を稼ぐこともできるんですよ。まあでもそれで言ったら変な話、お金使って他人に言うこと聞かせられるかもしれないじゃないですか。あ、確かにそうです。100万あげるからちょっとやってきてとか。そう、やってよって。あ、確かに。ああ、そっか。でも、あの好きな人とかは、あ、この人好きだなって、いやでも例えば恋しちゃったりとかしたら、振り向かせることもできる。いやでも、多分すごい虚しくなりますよ、それ。あ、この人好きになってくんないかな、自分のことと思って、実際好きになってくれたら、多分なんか、あ、こんなもんかってなっちゃう気がする。あ、はい、なるほど。じゃあ次これラストです。あ、ラストですか。ラスト、はい、いつ爆発するかわからない時限爆弾を持ち歩くのと地雷だらけの公園で遊ぶの、どっちが嫌か。いやどっちも嫌だどっちも嫌だけど、はい、まあまだ前者かな。いつ爆発するかわからない爆弾、だって自分が持ってたら、はい、確実に自分は死ぬじゃないですか。あ、はい、地雷って話を聞くともう辛いけど生きてるみたいな事案を、ね、はいはい、聞くので、はい、綺麗に終われるんだったら、うん、時限爆弾の方が。あー、なるほどね。あ、いやこれも本当難しいな。どっちも嫌ですよ本当に。どっちも嫌だよ本当。でも地雷ほら遊んでて他の人を巻き込むかもしれない、ね、とか考えたら、あ、でも街中で爆発とかしたら結局巻き込むか。う、ね、もう本当にもう考えたくない。本当悪夢ですよ。いやこれは分かんないですね。分かんないな。ちょっと違う質問ちょっと見てみます。なんか。ハマりそうな質問あります、はい、いやでも定番であるじゃないですか、はい、まあ、トロッコが走ってて、トロッコが走ってて、はいはい、線路の上に人が縛り付けられて聞いたら死んじゃいますと。で片方の線路には5人いて、もう片方には1人います、はい、切り替えてトロッコを走らすならどっちにするかっていうのが定番のあれなんですよ。これ大抵の人がやっぱ1人の方を選ぶらしいんですけど、はい、前提を付け足して他人と親だったらどうするかとか。ああ、はい、うん、そう、親一人を助けるか他人5人を助けるか。いや、ああ、すみません、はい、まあこれ言いたくないです。まあ親ですかね。うーん、え、それどっちですか？私もやっぱ前提がなければやっぱ一人を選ぶし、はい、親だったら親の方を選んじゃいます。ああ、はい、カエさん、嫁と他人5人だったら嫁と他人5人で、なんで悩むんですか？結婚して1年ですよ。嫁と他人5人親は親を即取れて、これ奥さん見てるから、お嫁さん即嫁ですって言えないのどうなんですか？だから、いや奥さんを助けますよ、それはもちろん。いやでもやっぱちょっと考えたいカッコつけたいから。いや、その引いてる絵を、うん、見てたら一生トラウマになるんだな。そりゃそうですよね。自分の手で切り替えたからっていう。いやー、まあでもこういう人生の選択が今までたくさんあったんでしょうね。でも、まあね、常に何かをそう選択して生きてきてるはずですからね。ね、いろんな選択をして、うん、こうセクシー女優になった僕が芸人になってっていう選択があるじゃないですか。ね、ね、これからいろんな選択をしていくってことですもん ね。いや、これもう本当生きてること自体が本当の地獄ですからね。この生きてることが地獄って考えた方が生きやすい。まあでも確かにね、うん、いいことあったらすごい辛い人生のはずなのに、いいことあったぞってなるし、そうそうそう、辛いことあってもこれが人生だからって納得できるし、そう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 
3割ぐらいじゃないですか。2割か3割ですよね、いいことって。そうですかね。どれぐらいあります？でも私毎日家で猫撫でて、あ、猫が可愛い、ハッピーってなってるので。すごいな。私の人生のハッピーは猫に作ってもらってますからね。素晴らしい、はい、ありがとうございました。最後締めていただいて、はいはい、今日はありがとうございました。皆さんもね、いろいろ一緒に考えて見て、ね、楽しんで、ね、楽しんでくれてたら、ね、うん、はい、嬉しいですね、はいはい、今日はありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします、はい、どうもカジでした。サトリンでした、はい、バイバーイ。